ズバラ子外で人気のゆきです。今日はですね、私の洋服お片付け祭りをやりたいと思います。はい、今ここに出してきたのが私のオールシーズンのもうコートも含めの全ての洋服になります。ここの家に来るときにだいぶ減らしてきたとは思うんですけれども、意外に全部出してみるとやっぱりまだまだちょっと多いなーっていう気がしています。で今ですね、ものすごくもう洋服欲しい熱が私の中ですごい高ぶっているんですね。なので洋服を買いに行く前に、まずは自分がどんなものを持っているのか、いるもの、いらないものというふうにきちんと分けて、そこから考えていこうかなというふうに思っています。そして以前からもう何度も何度もお話ししているように、この部屋には収納が本当にこの家少ないので、なるべく減らして、でその中でハンガーにかけるものを畳んでしまうものというふうに分けていきたいので、まあ要は必要に迫られているのでやらなきゃいけないっていう感じですかね。ということで、まずはこのどうやってでこうかな。まずはこの洋服たちを、トップス、ズボン、まあ、あとアウター、肌着系っていう風にこういくつかこう分けて、ここにこう広げていきたいと思います。よーい、スタート。こんな感じになりました。こっちの一番左端が肌着とかタイツ系で、で上のここら辺が夏用のトップス、タンクトップや T シャツ系、ここの真ん中、ここが冬のニットとか、あと綿の長袖のロン T とかですね、あとトレーナー系で、あとここが、これがカーディガンですね。これがカーディガンで、こっちが冬に着るアウターで、この下がボトムっていうような感じですね。まずはこの中でいろいろ見てみて、ちょっと処分するものと残すものっていうふうに分けて、で残すものについてはもう今日は徹底的にやるって決めているので、いちいち着てみてコーデなどを組んで確認をしていこうと思います。
久しぶりに洋服を引っ張り出してきて、ちょっと新しいコーデにも挑戦できたので、これからしまっていこうと思います。で、そうだ、結局捨てる洋服が3枚しかありませんでした。いつもワンパターンになりがちなコーデだったんですけど、いくつか新しいコーディネートに挑戦することができたので、新しい洋服が欲しいという物欲が収まってしまいました。昨日着てた服か、35、36、37、37着。多いんだか少ないんだか、よくわからんな。はい、ではご視聴ありがとうございました。